皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちらモザミニ P とゼウンのクレーン M2、こっちのジンバル非常にね、似通ったジンバル2つ並んでるんですが、結構ね、うちのチャンネルのコメントでどっちがいいんですかって質問結構多いんですよね。なので今日はですね、この2台、比較しながらどっちがいいのかってことをね、僕個人のその使用感ですとかね、実際今使ってみた感想なんかを交えてね、ちょっと語っていきたいかと思います。はい。さてで、こちら2つとても似てるんですが、モザミニ P の方は今これ折りたたんだ状態なんで、ちょっと展開して、はい、こっちでね、ジンバルの、携帯になったので、お互い見てもらうと分かるんですが、サイズ感ですね、もう全然違いますね。このモザミニ P の方がね、やっぱり大きいです。というのも、積載重量もね、お互い違いますね。モザミニ P の方は最大約 900g くらいまでの、機材を乗せることができるんですが、クレーン M2 は約 720g くらいまで、なので、重いものを乗せたいって方でしたら、やっぱりモザミニ P の方がいいですよね。で、クレーン M2 の方はね、720g と書いたんですが、実際のところですね、僕の、体感的な話なんですが、α6400 と、SEL1018 の組み合わせ、これで大体ね、650から680くらい、そのいろいろちょっとね、コールドシューアダプターとかつけると若干変わるんですが、大体 600g 後半なんですよね。その組み合わせでもね、結構こうね、こうギリギリ感がありましたね。ちょっとこうロール軸とかコンコンでこづいてやると、こうグニャって曲がったりして、モーターの強さ的にはやっぱりこのモザミニ P の方がね、僕はね、強いかと思います。に対して、このね、ゼウンのクレーン M2 なんですが、やっぱりコンパクトですよね。モザミニ P もね、結構ね、小さいコンパクトなジンバルだと言われてますが、それはやっぱりこうやって、本体を展開ねして折りたたんだ状態がコンパクトなのであって、こんな風にグッと引き出してやると、結構それなりにね、でっかいっていうか、そうですね、モザエアクロス2よりかは小さいんですが、それでもね、小型ジンバルの中では結構大柄です。に対してね、このゼウンのクレーン M2 の方はもう本当にね、小さい。もう三脚外せばね、簡単にこうバッグとかのね、もうちっちゃいポケットとかにすっぽり入りそうな、サイズ感ですね。で、仮にこういう風にね、三脚をつけたとしても、リュックとかなら全然ね、綺麗に収まります。で、僕がね、これ、クレーン M2 もう一つ気に入ってる点としては、ロック機構なんですよね。どちらも三軸ロックする機構はついてるんですが、このモザミニ P の方はですね、このロックをするために3つの軸、つまりパンとロールとチルトの軸を全部初期位置に戻せなきゃならないんですよね。今ちょっと展開しますけど、パンはいいとしても、このね、ロール軸をこういうふうに元に戻せなければならないし、あとこのチルトの軸も、またね、一番端っこまで持っていかないと全部の軸のロックをかけれないという仕様なんですが、対してこのクレーン M2 の方はパンの方は同じくね、この、ロック機構ついてるんですが、ここですよ。チルトとロールがすごい秀逸で、グッとこう引き上げると、ほら、これ見えますかね。ここのね、よいしょ、ちょっと見えづらいですけども、このね、ロール軸のところを一番下まで持っていくと、こう、ボッチが出てくるんですよ。この金属のボッチがね、ぴょこんとこう出てきて、このぴょこんって出てきたボッチが、このチルトの部分にここに溝に刺さって固定するっていう、すごくね、これよく考えられたロックシステムだと思います。これによってですね、モザミニ P とは違ってバランスをね、その全部戻す必要はありません。さらに、よいしょっと、この引き上げるロール軸の方もこんな感じでね、このなんて言ったらストッパーがついてて、そのストッパーを動かすことによって、その位置を保存しておくことができるんですよね。に対してモザミニ P はね、このメモリはついてるんですけど、ストッパーがついてないんで、機材とか乗せるときにまたロール軸とかをね、バランスを取り直さなければならないので、そういった意味ではね、やっぱりこの、クレーン M2 の方が、収納とか運搬っていう面では一枚ね、上手な感じです。次に操作性なんですが、モザミニ P の方ですね、こちら見ていただけると分かる通り、画面とかは一切ありません。ジョイスティックとこのボタンしかないので、自分が今どのモードにあるのか、パンフォローなのか、パンチルドなのかっていうのはちょっと分かりづらいところはあります。この下の LED の光り方とかでね、見る必要があるんですが、対して、クレーン M2 はここにね、UEL のちっちゃい画面があるので、現在自分がどのモードにいるかってことが、素早く分かります。なので、
そういった意味ではこの、クレーン M2 の方がいいかなって思うんですが、で次は実際に現場に持っていた時の操作性はこのモザミニ P の方が僕は、ね、好きでした。というのもモザミニ P は、ね、電源入れると初期状態は、パンフォローモードになって左右だけを追随するモードになっています。でこのトリガーキーですね、このトリガーキーを押しっぱなしにすると、パンチルとフォローモードになって、上下左右追随してくれます。で離すとまたパンフォローに戻ってくれるって感じなんですよね。でトリガーキーを2回カチカチって押すとオールロックモードって言って、この3つのモード、パンフォロー、パンチルとフォロー、オールロックモードをこのトリガーキー1つで素早くシームレスに切り替えることができます。に対してこのクレーン M2 もね、このトリガーキーを押してる間は確かにそのパンフォロー、パンチルとフォローモードでね、あの押してる間だけは切り替えることができるんですが、オールロックモードとかになるとこの下の M キーを使ったりとか、まあ、他にもいろんなモードがねあるんですが、その各モードに対してパンフォローモードに戻るときはね、結構こうトリガー2回押しが必要だったり、あとこの M キーを2回押しとか3回押しっていうのが必要なので、結構ね操作は複雑になります。まあ慣れてしまえば問題はないんですが、どちらが素早くそのモードチェンジができるかと言われると僕はこのモザミニ P の方をね、押しておきます。はい、まあ本当にそのすごい些細なところではあるんですが、結構ねその動画を撮っているとその些細なところが顕著にね見えてくるんですよね。なんでねそういったところはね僕はこのモザミニピンがね、はい、いいかと思います。で次ですね、カメラを載せる時のそのやりやすさっていう面においては、そうですね、正直なところどちらもね結構似た感じなんですよね。まあ一つ、まあ、一例を出しますと、このクレーン M2 ですね、はい、過去にもね紹介したんですが、このすっごい使いづらいねこのプレートとこのネジありますよね。でこのネジでカメラを止めて前後バランス取ったりっていうことがあるんで、結構ねこのクレーン M2 でこのバランス取るのはね難しいです。に対してモザミニ P も簡単かと言われると、この、特殊なね L 型ブラケットをこう本体に通して、まあ、ネジ止めしてっていうことをやらなければならないんで、このカメラにねこの L 型ブラケットをつけっぱにするので、まあ、バッテリー交換がねめんどくさかったりとか、あとこのブラケット自体がこうグッと動いてしまうっていうね、まあ、ネジ1本で止まってるんで、そういった不具合とかも、まあ、あったりはするんですが、どちらも解決策があります。でまずねクレーン M2 の方なんですが、社外品のねこれスモールリグのクレーン M2 用に作ったこのアルカスイス互換のプレートを使うことによって、まあ、あのカメラとかにねこういった変なこのプレートをつけなくても よくなって、さらにこうアルカスイスのねプレートがそのまま使えるってところで、まああのバランスの取りやすさとかね、その付け外しの楽さっていうのをねすごい向上しました。に対してこのねモザミニ P もこれ同じくスモールリグから出ているね、クイックリリースクランプですが、ジンバル用のクイックリリースクランプをこうかませることによって、まあ、脱着がカメラの脱着がねすごい容易になるので、まあ、そういった意味ではねそのこの社外品のものを使えばお互いどっちもね、結構あのバランスの取り方っていうのは楽になりますし、カメラの脱着も同じくらい、はい、楽になります。で次に全く同じカメラ同じレンズでね、歩いてる映像を今流してるんですが、まずこのクレーン M2 の映像ですね、こちらのね映像なんですが、まあ、やっぱりこの M2 自体の、積載重量ほぼほぼ限界なので、ちょっとロール軸のね動きが少し怪しいところがありますね。まっすぐ歩いているのになんかこう左右にカコンカコンっていうね、動いているような感じが結構しますね。まあこれはどうしても仕方がないところではあるんですが、気をつけてね歩けばかなりこの、カコカコっていうねこの左右のロールのブレっていうのは低減できるんですが、ラフにジンバルを持って普通に歩いたりすると結構顕著に現れてしまいます。に対して次はねこのモザミニ P で、同じね機材と同じレンズでねこれ見てもらってるんですが、まあ、こちらもね一応その動きはこのロール軸のカコカコっていう、ね、動きは出るんですが、このクレーム2に比べてやっぱ少ないですよね。まあもちろんこれはモーターのパワーも違いますし、そもそも搭載できる重量もね全然違うんで、そういったところで余裕があるので、まあ その部分が映像の安定感としてね、まあ、出るんだとは思いますが、そうですね、まあやっぱりそういったところを加味するとモザミニ P の方が、まあ、より安定した映像は撮れるかと思います。まあ決してこのクレーム2がこう劣ってるとかってそういうことでは、まあ、なく、やっぱりどうしてもここは搭載重量の限界が出たのかなっていうふうに、僕は感じました。はい、ということでね長々と語ってきましたが、どうだったでしょうか。もうほとんどねこの、両者のジンバルできることとか機能とか、まあ、そういったのがほとんどね変わりはありません。もう唯一違うところはこの、ね、サイズ感と搭載できる重量だけなので、そうですね、僕とねしましてはやっぱりその載せるカメラによってねこの2つ、
どちらが優れているかっていうところは決めてもいいかと思います。例えば、載せるカメラがね、これから発売される予定のその ZV-1 みたいなコンパクトデジタルカメラ、すごいちっちゃいね、まあ、コンデジとかを載せるよって方でしたら、もう僕はこのクレーン M2 でね、全然いいかと思います。うん、まあ、やっぱちっちゃいですしね、すごく。で、このロック機構も秀逸ですし、まあ、すごくね、これ気に入っています。に対して、まあ、より重い機材ですね、この ZV-1 からさらにこうグレードアップして、まあ、ちょっとしたミラーレスとかを載せたいよって方でしたら、もう絶対このモザミニ P の方が、ね、いいかと思います。このクレーン M2 でも対応できないわけじゃないんですが、やっぱりよりね、このモーターに余裕があって、パワーに余力のあるこのモザミニ P を選んだ方が、まあ、先々をね、こういろんな機材とか載せたいって方でしたら、僕はこっちをね、進めておきます。はい、ということでね、この両者のジンバルね、まあ、語ってきましたが、どうだったでしょうか。皆さんもね、そのいろいろとね、これから様々なカメラとかジンバルね、出てくると思うんで、もし何かありましたらね、うちのチャンネルの方にコメント、していただければ、僕がね、わかる範囲で、お答えしていきますので、ぜひね、お願いします。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。